ビーチ、ここは常夏の楽園ハワイ。そこにバカンス気分で旅番組を撮っちゃいましょうと言われてやってきたモーニング娘たち23人のご一行。いやー、まさに夢心地とはこのことか。海の中で飲みすぎ。テレビの撮影とはいえ自由時間いっぱいのこのツアーにウキウキの娘たちであった。がしかし旅番組にあるまじき大絶叫の連続。さらにメンバー同士のマジ切れ大喧嘩勃発。そしてテレビ初公開の水着姿になって大バトル。全員泥にまみれて戦うわ、いきなり寝起きを襲われるわ、でてんやわんやの娘たち、あげくの果てにはボロボロと号泣する始末。こんな旅番組があっていいのか。そう、テレビはそんなに甘くない。これぞ日テレ式完全騙し企画。天国か地獄か、赤青黄大激突バトル。この番組はパラマウントベッド、トヨタ自動車、リコー、サンキョー株式会社、ドコモグループ、サントリー、アース製薬の提供でお送りします。5月某日、東京のとある駅に集められたモーニング娘。ハワイ連行作戦はここから始まった。もちろん彼女たちは何も知らない。皆さんおはようございます、日本テレビの藤井です。いやー、皆さんに今日集まりいただいたのは他でもありません。皆さんにとって大変嬉しい発表がございます。いや、普段大変忙しい皆さんのためになんとバカンスをご用意いたしました。バカンス、わかりますよね、バカンス。常夏の島ハワイへご招待いたします。マリンスポーツし放題、美味しいもの食べ放題、お買い物し放題。本当に初めてですよね。これで嘘って言ったら不思議なんですよ。いやいや、そんな日本テレビを舐めてもらっちゃ困りますよ。絶対嘘っぽい。何か言ったことある。いやいや、もう皆さんの意向通りに。例えばハワイで何をしたいですか、皆さん。スキューバやりたいな。もうマリンスポーツもし放題であります。やだ、水着にはならない。ハワイに行くと自然にそういう気持ちになるかもしれませんよね。皆さんの方からそういう気持ちになるかもしれませんね。寝てる時に鍵かさったり。浴衣とかもはだけてる時とかあるんでちょっと怖いから脱げてる時あるよね。今回そんな仕事のきつい旅じゃないですよ。飛行機は狭いんですね。飛行機です。じゃあちょっと上のクラスをご用意しましょうか。いろいろ行きましょうよね。せっかくのバカンスですからね。超豪華リゾート、バカンス。さあ、それでは皆さんハワイで会いましょう。怪しすぎるよ。そんないい話したことないよ。ずっと遊んでたら1週間そんな番組つまんないもん。もうね、なんかあんのよ、これ ね、 いやいよね、楽しいよ。というわけでモーニング娘。捕獲成功。次なるターゲット T&C ボンバーもまんまと捕獲に成功。いや、いいとこばっかりじゃないですか。続いて平家道夫も捕獲。行きましょう。なんか怖い。ハワイ出身のココナッツ娘、里帰り企画と銘打って捕獲成功。デビューしたてのメロン記念日もコロッと引っかかって、これで準備は万端。まんまと捕獲されたことに気づいていない一方、乗せた飛行機は一路ハワイへ。お望み通りのゆったりシートにご満悦の一行。モームス新メンバーの辻と石川、機内でもらったリゾッチャマルチストラップの中にお菓子をぶら下げ、まるで遠足気分。中澤姉さんは早くもクーポン券付きのハワイリゾッチャスーパーバリューブックを片手にショッピングの下調べ。
そしていよいよ騙しの仕掛け人でもあるマネージャーから撮影スケジュールが配られた。もちろんここに書かれたスケジュールは全て嘘。極上のサマーホリデーと題されたこの嘘番組のロケスケジュールは豪華ディナーやショッピングなどまさに夢のような日程になっている。果たして一行の反応やいかに。このスケジュールに一度まさにウキウキ気分。ところが嘘だね絶対嘘、これは嘘です。とことん疑り深い中澤姉さん。こんなね楽なスケジュールオフじゃないし、とりあえず人数が多いからこんな人でやってたら番組作れます。ご心配ありがとうございます。何人いると思ってる。楽しい空の旅を満喫する一行。しかしハワイ西部のコーリナ地区では着々と準備が進行していた。そうとも知らずいよいよハワイに到着。抜けるような青空にバカンス気分が一気に高まる。一行を乗せたバスの行き先は天国かはたまた地獄か。大丈夫これから起こること考えたら憂鬱なんだよ俺は。ホテルで待っていたのは豪華ウェルカムパーティー。早くも極上のハワイを満喫する一行。長時間飛行機に乗っていたとは思えないほどの元気っぷり。しかしそこで一行の前に現れたのは、アロハ、あの日程表は嘘。私たちはそうやって大きくなってきたから本当に全員がめんなさい。こんな遠回しのやり方は汚いです。こんなこれが嘘だって言われた時には大暴れです。うちらは大変です。失踪しますこの島からね。うん、ダメです。皆さんがそう言うなら分かりました。今回は素晴らしい旅だということを皆さんにお知らせしましょう。はい、そのためにもですね、はい、このような室内にいてはいけません。せっかくですから降り注ぐ太陽のもとガーデンパーティーとまいりましょう。ガーデンパーティーの会場へ向かう一行。すると赤、青、黄に分けられた謎のセット。開放的な気分、心が現れるよ。もうすでになんか裏切られた気分。何なの？ここで重大発表があります。やだ。先ほど機内で配られた日程表、はいはい、こんなものは大嘘です。皆さん破り捨ててください。持ってるんですか？いやいや、モーニング入ったから文句言いなさい。あんたたち、やめてください。何か文句がありますか？あれ何？え、何あれ、これいいところに気づかれましたね。じゃじゃーん、飯田さん、飯田さん目が怖すぎます。超信じてたね。藤井さんも信じません。うん、めっちゃムカつく。なんか藤井さん嫌い。マジで嫌い嫌い。超嫌い。帰れ。見たくない。何？
ここで今回のチーム分けを説明しておこう。これから3日間白熱のバトルを繰り広げる赤青キーとはモーニング娘。T&C ボンバー平家道夫ココナッツ娘をシャッフルして結成したスペシャルユニットである。今回はこの3組に入っていない8人をドラフト形式で取り合い、スーパー赤青キーを新たに結成。誰をメンバーに加えるのか、各チームの思惑がここに激突する。ということは、これから繰り広げるバトルは頭を使うもの、体力を使うもの、いろいろ取り揃えております。え、待って、体力勝負って何すんの？でもさ、若い子欲しくないか？誰ずつ？なんで？強そう。頭良さそうなの。頭いい。マジで。運動神経もいい。マジで。よし。ちょっと第一希望やな。頭の回転。オッケー。マジで。吉田さんはどこに入りたいですか？赤か青。赤か。なぜ黄色は嫌なんですか？なんかか弱そうみたいな。赤がいいです。赤がいい。どうしてですか？中澤さんがいるから強そうじゃないですか？心強そう。ちょっと。なんでみんな赤なのよ。誰か黄色って言わないの？黄色なんか嫌だよ。お前らみたいなチーム。それでは皆さん、赤組まず誰を指名しますか？吉田ひとみをください。吉田さんが選ばれます。吉田さんは赤組でございます。チーム赤なのよ。続いて青チームはモームス新メンバー石川を指名。でも青が良かった。そして黄色チームはメロン記念日大谷を指名。ちょ、赤組に期待した。とりあえず若いとこ行っとこうよ。うん、とりあえずね。ミロンの村田ちゃんは足速い。そう、あ、そう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 、そう足速い。あの駅伝で、駅伝の速かった。ピンチランナーね。赤組の皆さん、指名してください。そんなことないよ。じゃあ村田弁護士。村田さんが選ばれました。聞いてたの？赤組の村田さんが赤組に入ります。続いて青チームはメロンの柴田を指名。黄色チームはモームス加護を指名。このあとは人数少ないんでこっちに入れてください。はい、え、続いては赤の番ですね。なんで赤の番ですね。熱くないそれ。赤組チーム1人指名してください。ひどくね。赤組最後はメロン記念日斉藤を指名。青チームにはモームス新メンバーの辻が加わり、ここに全てのメンバーが決定した。以上、スーパー赤組セブンは従来の赤組4にモームス新メンバーの吉澤、メロンの村田と斉藤を加えた7人で決定。中澤篠田の年長コンビの活躍なるか。スーパー青色ナインは従来の6人にモームス新メンバーの石川と辻、そしてメロン記念日の柴田を加えた9人という大所帯。スーパー黄色セブンは黄色5にメロンの大谷とモームスの新メンバー加護が加入。出演者最年少カゴの未知なる戦力に期待がかかる。優勝したチームには、はい、ハワイで100万円のお買い物券を差し上げます。100万円のお買い物券をチームで山分けしてお買い物していただきます。10万ちょっとです。ちょっと待ってよ。でも人数多い方がいいかもしれないじゃん。でもね、宝取る方が一番最後の日に決まるんでしょ。8万券勝って何も勝って何もか。では赤組の皆さん、意気込みを。100万取ってやる。
無表情で言うのやめてくれ。青色チーム、はい、意気込みを。気合いの入った、はいはいはい、女同士やるとかやるなさい。やるぜ。うるせえ。絶対言えるから。一番売れてないくせに。もううるさい、黙って。さあでは黄色チーム。ていうかね、藤井さんね、あっちばっかり言ってるでしょ。そうだよ。こっちにも来てください。こっちだって売れてるって。そうですよ。全部カラオケランキングあるんですよ。1なんですよ。勝手な番組上の都合であそこに立っただけでございまして申し訳ございません。さあそれではせっかくハワイなので皆さん水着でビーチに集合だ。水着で来いよ。何だお前待ってんだよ。おい逃げた。くっそ。水着着るの、はいはい、どこに行けばいいの。この後スタイリストさんの協力も得ていよいよビーチでバトル。初の水着姿も大公開。ビーチ綱引きクイズ。100万円目指して頑張るぞ。もう開き直ったぞ。とことんやってやる。皆さん覚悟ができたようでございます。覚えてますか、一月ほど前水着をあれだけ嫌だと皆さんおっしゃってましたね。嫌来ないで。今見ないで。今でもやっぱり嫌な気持ちには変わりない。しましょうよ。そしてあの中澤さん、これもはや水着というよりドレスのように見えるんですけど。やってるうちで多分これ邪魔になってガーッなるから。大丈夫です。ああ、バトルの最中にね、熱くなってね。これなんですか。さあこれからルールを説明いたします。クイズを出題してホイッスルを吹きます。そして答えが分かったチームは綱を一斉に引いてください。そして一番最後尾の人がボタンを押してください。青組よかったですね。よかった、藤井さんありがとう。よかった、人数多いもん ね、うん、ね、ありがとう。2人多いから。まずはスーパー赤組7対スーパー青色9。赤組9対7の振りを克服できるか。中澤さん、パレオの位置が上がってますね。気合入ってきましたね。青が負けませんよ。うるさいよ。なんかね、多く感じる。ね、多いです。すごい多く感じるよ。さあ、では参りましょう。なぞなぞです。壁に貼り付けられても嫌がらないスターは。壁に貼り付けられても嫌がらないスターは。さあ、また青がいい。また青がいい。おっと、青がいい。ポスター。正解。やっぱさ、人数多すぎだよ。おっと、赤チームが5人転落。あれ、吉田さんってかなり後ろの方じゃなかったですか。行っちゃった。足吸い付いてるんですけど。すごいよこれ。足が埋まっちゃった。続いてスーパーヒーロー7対スーパー青色9。またも2人多い青が有利か。さあ、それでは参りましょう。なぞなぞです。ふと思いつく飲み物って何。ふと思いつく飲み物って何。また黄色が引かれている。阿部さん危ない。阿部さん落ちた。佐保さんも落ちた。ルルさんも落ちた。なぜ押さずに引っ張りまくるんですか。はい、そうだ、正解。今後ろの人が答えてない。そうだ、あと今入った情報によりますと正
答える人が違ったので0点ということであります。俺のせいじゃない、俺のせいじゃない。スーパーキーロー7対スーパー赤組7、連敗ストップへの壮絶バトルだ。問題、アンパンマンのライバルは誰？各チームごとに二人三脚のように足を横一列にみんな結びます。ポールを縫うように進んでいってください。一番最初にあの浮島に浮いてあるココナッツを取ったチームが解答権を得ます。そこで初めてクイズが出ます。青色チームは何か不満はありませんか？大丈夫ですか？気にしません。やっぱり気になってました。さあ、それでは皆さん準備に取り掛かってください。黄色にも聞いてください。あ、申し訳ございません。黄色チームも、いや、なんでそんな冷たくされてるのかな。すいません、ちょっと遠かったんで申し訳ございません。黄色チームも、ね、頑張りますよね。頑張りますよ。頑張りますよね。バーカバーカバーカ言うたな。早くやりましょう。黄色チーム7人で有利ですからね。人数少ないですからね。頑張ってくださいね。あのポールは必ず外側から回ってくださいね。外側から、遠い。黄色チームの方分かってますね。外側から回ってくださいよ。遠いな。はい、聞こえないので参りましょうか。ビーチココナッツ早取りクイズ、よーい。さあスタートです。一斉にスタートしました。最初のポールを目がけて殺到します。お、今リードしているのが、お、青か、青か、青が速い、青が速い。チーム早い、掛け声ものとも。ポッパー、確認ちゃい。アメリカの歴代大統領の名前を言ってください。お名前ラクライって何ですか？あの初代から今までのずっと大統領になったことがある人。クリントン大統領。正解。ソビエト。え、もう残念。青チーム、ついにココナッツにたどり着けず。やはり9人は不利だった。ハワイのご飯楽しみにしてたのにね、カゴちゃん。初日の成績はご覧の通り。綱引きクイズでリードした青色チームが1位、黄色が3位と出遅れた。さあ皆さん、大変お疲れ様でした。初日トップの青組の皆さん、こちらでございます。ビリの黄色チームでございます。あちらのテーブルにお付きください。さあ皆さん揃っての豪華ディナータイムでございます。何これ、何これ、これだけなの？え、嘘。え、なんでこういうとこで。さあ厳粛なのディナータイムでございますよ。ご着席ください。それでは皆さん、豪華ディナー召し上がれ。1日目にして天国と地獄を身をもって体験したメンバー、パンを噛みしめ雪辱を誓う。100万円より上手い。
にその日その日を楽しまないと最終的に100万円だけれども100万円もらったらみんなで買い物に行きますけど、その前にその日の夕食なり昼食なりを楽しまないといつ会えるか分かる。あんな目には会いたくない。だって同じ頑張ってパンをやっちゃう頑張れない最終的に100万円10万これは気の毒だ。あー美味しい。見て見て。見て。悪魔だ悪魔。ねえ鬼。オスのね。ここにオスのね。ありがとう。ありがとう。優しい。優しい。やっぱり。これやっぱね。ちょっと待って。ついちゃって。待って見るだけ。なんでやだ。パンだけじゃ辛いですか。重い言葉だね今のね。ほらお腹空いちゃったよ。ハワイのご飯楽しみにしてたのにね。カゴちゃん負けた悔しさに涙するカゴ。最年少にして負けん気は一人前。私たちも悪くなったんでここで帰ります。皆さん次にモーニング娘だけにモームスの寝起きを大公開。グッドモーニングクイズ。おはようございます。現在時刻は午前5時30分。これから赤沖のメンバーの一人ずつを回ってグッドモーニングクイズと参りたいと思います。何あん？こしあん。つぶあんでした。つぶなんですね。さあ続いて問題です。問題。ハワイを統一した人の名前は何大王？ハワイ大王。カメハメハ大王、ね、続いての問題です。こんな言葉で口説かれたいというセリフを言ってください。君の瞳に乾杯。正解。お目覚めよろしい方ですね。なんか明るいんだもん。立ち気味の前髪がセクシーですね。嫌です。あ、まだまだ寝る時間はございますんでゆっくりお休みください。はい。気づきましたね。安田さんおはようございます。グッドモーニングクイズです。おはようございます。おはようございます。グッドモーニングクイズです。なぞなぞです。ランドマークタワーは神奈川県では、東京タワーの一番上は何県？さあ、東京タワーの一番上は何県でしょう。何県？なぞなぞです。東京何？あ、なぞなぞなんですね。正解は危険でした。今もしかしてすっぴんでいらっしゃる？すっぴんです。あ、すっぴんでいらっしゃる。どうですか？モザイクかけといてください。すっかり目いってらっしゃいますね。おはようございます。おはようございます。
ございます。さあグッドモーニングクイズです。問題、手の袋と書いて手袋と読みますが、足の袋と書いて何と読む？足袋。旅でした。さあ志村けんさんの一発ギャグを一つやってください。うーん、あい正解。サメを英語で言うと上手、違うか。シャークでした。違うか。何、お目覚めはよろしいですか？いやもうさ、何時ですか？今朝5時半であります。いつも普段そんな格好で寝てらっしゃるんですか？はい、これ下ジャージです。あ、下オレンジのジャージ。ピンチラン。映画で使ったやつですね。そうです。ではまたおやすみなさい。さようなら。はい、10ポイント獲得。以上グッドモーニングクイズパート1でした。皆さんおはようございます。おはようございます。2日目を迎えました。加護さん、はい、昨日の夜は悔しくて眠れなかったってことありませんか？大丈夫です。寝られましたか？はい。パンもやだ。昨日のパンだけの恨みが結構あるみたいですね。それでは今日最初のバトル参りましょうか。史上最悪のダンサーは誰だ、ポリネシアンダンスバトル。これから本場のポリネシアンダンスの先生がこちらへ出てまいります。でその先生をお手本にして皆さんも一緒にダンスを踊ってください。そしてその先生から合格が出ればそこから抜け出すことができます。なるほど。順番に抜け出せておくつろぎスペースで休んで皆さんのダンスをじっくり見ることができます。普通の席じゃないですか？普通じゃないですか？十分くつろげます。いち早く全員が抜け出すことができたチームが勝ちとなります。そして最悪のダンサー一人残ってしまったチームがビリとなってしまうわけであります。よろしいですね。はい、これに関しては罰ゲームありますか？あ、それはいい質問ですね。ではもうここで発表してしまいましょう。今日ビリになったチームには罰ゲームがあります。何ですか？その罰ゲームの内容は徐々に小出しに発表してまいります。とりあえずはダンスに集中してください。いいですね。ないでくださいよね。ファーストステージの先生をご紹介しましょう。まずはファーストステージの先生2名の登場であります。 The most important thing is to smile and have a good time. 頑張ろう。よろしいですか？ファーストステージミュージックスタート。さあポリネシアンダンスバトルがスタートいたしました。まずは滑らかな、いかにもフラダンスといった動きであります。皆さん笑顔笑顔、顔が真剣ですよ。皆さん笑顔笑顔、顔には笑みを。おっと先生からも思わず笑みがこぼれております。あ、みんな笑ってる笑ってる、みんな笑ってます。いい表情ですね。皆さんさすがだ。お、誰一人遅れていない、さすがであります。この滑らかな腰の動き、スウェインヒップをマスターしてください。さあ皆さんの、さあ皆さん、この先生のように滑らかに、あ、徐々に徐々にマスターしていってください。おっと見ていると、どうも逆に逆に言ってる人も。さあここでファーストステージが終了いたしました。難しいねこれ。さあではファーストステージ合格者を順に発表していきます。赤チーム4番ダニエルさん、さすがであります。さすが本場のダニエルさん。続いて黄色チーム1番阿部さん、合格です。Oh
see, everyone did wonderful, but you're very good. Ah, 笑顔が良かったということであります。続いての合格者は青チーム4番小湊さん、マジですか、合格になります。続いて同じく T&C の稲葉が合格、黄色チーム4番ルルさん、合格です。 T&C 強し、どうしよう、おめでとうございます。どうしよう。さらに以上の5名が合格し、ファーストステージが終了した。以上10名がファーストステージの合格者であります。合格者の皆さん、残った皆さんを応援してくださいね。頑張れ。ああ、もうくつろいでいらっしゃいます。ここまではパラマウントレッド、トヨタ自動車、リコー、三共株式会社、ドコモグループ、サントリー、アース製薬の提供でお送りしました。ここからは山崎パン、大塚製薬、積水ハウス、東洋水産、ライオン、三菱モータースの提供でお送りします。セカンドステージミュージックスタート。さあセカンドステージが始まりました。皆さん笑顔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 でお願いいたします。さあ皆さんいい笑顔ですね。ファーストステージにも増していい笑顔であります。ああいい笑顔、あ、平家さんも必死の笑顔ですね。いい笑顔ですよ。チームの辻さんもいい笑顔ですよ。辻さんも笑顔満開であります。満開の笑顔であります。いきましょう。さあもうちょっとだ、もうちょっとだ。合格者が決定しました。赤チーム、はい、3番篠田さん、合格であります。さあ続いてこれ青チーム、1番飯田さん、合格であります。セカンドステージ勝ち抜けてあります。青チーム6番レフアさん、合格です。レフアさん当然の結果ですか。当然ですよね。赤チーム2番後藤さん、合格です。後藤さん勝ち抜けます。後藤さん合格のポイントはどこでしたか。わかんない。精一杯やりましたね。やばいっす、マジで。どうしよう。さらにメロン記念日、大谷が見事合格。ありがとうございます。黄色ブンブンブンやり始めてますね。もう本当にブンブンブン。本当に怖い。マジセクシーさん出すのよ。どうやってセクシーを出すんでしょう。難しいアドバイスであります。さすがに合格した人は余裕ですね。余裕のアドバイスです。残った人たち顔が引きつってまいりました。絶対残るわ。さあ皆さん、なんと続いてがファイナルステージです。最後のステージとなりました。おーっと出てまいりました。ファイナルステージは男性の先生。ね、なんですか矢口さん。激しいやつですか。これちょっと激しそうな感じがしませんか。先生、先生、アダモじゃないですよね。デビータ、ジャパニーズネームはサイバー。非常に大きな先生であります。では参ります。
ましょう。ファイナルステージ、ミュージックスタート。トゥファトゥエトゥエ、ポリネシアンダンスバトル、フラダンスだけとは限りません。さあ皆さん、笑顔笑顔、この先生のような笑顔笑顔、ダンスを心から楽しみましょう。ファイナルステージが終わりました。ハワイのサイババさん、見事な踊りありました。びっくりいたしました。楽しいね。最初からの先生出てきてよかった。じゃあほんまマジでほんまにもうごめんなさい。さあ今残りは8名残っております。残るのは1名だけということになりました。ごめんね、ごめんなさい、ごめん、ほんとごめん。まずは青チーム、審査員の先生によりますと、この方は大変気に入ったと申しております。9番辻さん、おめでとうございます。可愛いよね。可愛くて最後のステージまで彼女の踊りを見たかったんです。なんですって、なんですって、なんと可愛かったばかりに最後まで残ってしまったと。なんと踊りが素晴らしかったために最後まで残されてしまったという辻さんの踊りをたっぷり見ることができましたね。さあでは続いて発表まいりましょう。さあ黄色チーム2番安田さん、合格です。どうですか、抜けれてよかった。よかったですよね。もう最後の一人になったらつらい。さあ誰が最後の一人となるんでしょうか。黄色チーム、まずは一人抜けました。安田さん合格であります。これチームじゃないわ、これ。もうここまで来たらチームじゃない。つまりましたね。これね、番号抜かされたな、なんかあるのって感じじゃない。バリバリ抜かされてるっていうのは私一枚で。さあでも皆さんオーディションには慣れてますよね。いやださあ、まあ、手元には合格者が来ております。赤チーム5番吉田さん、合格になります。なんでうち、よかった、ごめん、マジでごめん。絶対、いや俺ここ残るからね、ハブ。絶対ダメだ、絶対だ。続いては、お願い、さっきの番号言って。なんと青チーム7番石川さん、合格です。石川さん見事合格です。やだやだ、しがれよ、自分を信じる。黄色チーム6番加護さん、発表しましょう。続いての勝ち抜けは赤チーム中澤さん、中澤さん勝ち抜けです。赤チーム全員勝ち抜け。赤チームには3
ちょっと待って藤井さん、やばい、もう矢口さんやばいんじゃないかと。黄色は必死ですね、昨日負けただけに。青の余裕は何なんでしょうね。青はもう諦めなんでしょうかね。青は諦めなんでしょうか。お願いします。さあここで小出しによる罰ゲームの発表ですが、なんと今回の罰ゲームはかなり過酷悲惨な罰ゲームだということであります。やだ、昨日やりました、もういいです。強い風ね、勝ち残ったおかげで泣きそうです。やるし。こっちのジャッジがね、もし、あの本当にあの残してほしくなかったら、ロケッティさんにチューすると、ラッキーかもしれない。先生にチューするという、平家さん早い、平家さん早かった、平家さん早かった。矢口さん遅れた。チューするといいかもしれないというだけですからね。チューするといいかもしれないというだけですからね。さあでは運命の発表です。さあでは運命の発表、合格者は青の矢口さんです。抜け30ポイント獲得です。いやー、なんで頑張ったのに。大ババにチューしたのに。最後まで残っちゃってよ。もうこれ辛いって。自分だと思った。ニョロニョロしてる。どうしよう、ごめん。なんかよかった。最後諦めてましたもんね。そういう運命なんだよ。青チーム全て勝ち抜け。矢口お前キスしてへんやろ。なんで勝ってんねん。俺 うまかったんだよ。勝ち抜けた赤チームと青チームのいわゆる天国チームの2チームは、はいはい、なんとこれから極上ハワイツアーにご招待いたします。めいっぱい一日遊んでいただきます。あ、本当に？はい、このツアー私お願いしてちゃんと手配いたしました。残りました黄色チーム、ついていく。これからダンスの特訓をしていただき、何の？そしてなんと今出てくださった先生たちのが普段出場しているダンスのステージに実際に出ていただきます。何それ。それは正真正銘のプロのステージであります。いいです。お客さんはハワイデビュー、ハワイデビュー、現地のお客さんが数百人入るということであります。え、いいのですかそれ。今日の夜、今晩を。なので時間がありません。もう午後はみっちり特訓していただきます。いやーだー。黄色チームのみノーキャラ地獄のダンス特訓。これはノーキャラでございます。皆さんで連絡なんか取り合って楽しく旅をしてください。こちらアイルホンでございます。アイルホンでございます。はい、赤チームにも1台。さあそれではいってらっしゃい。いってらっしゃい。一日遊んできてください。幸せってこれだよね。本当にハワイに来た甲斐があったよ。幸せってこれだよね。ハワイチームに入ってよかった。よかった。黄色チームは時間がありません。ダンス特訓始め。あ、ごめんなさい。そう、
勝利チームのために藤井アナは事前に JAL パックのツアーデスクアロハステーションを訪ね極上ハワイツアーのお願いをしていたのだ。ハワイを颯爽と走り抜けるホクレア号が今までのハワイ観光とは一味違うさまざまなバカンスに誘ってくれるのです。かくしてスペシャルハワイツアーは実現したのです。ハワイに来て初めての観光気分に浸る勝利チーム、極上体験にウキウキ気分。その頃負けた黄色チームは暑い日差しの下特訓を開始。一生懸命に英語でコミュニケーションを取ろうとする阿部の表情は真剣そのもの。罰ゲームとはいえどこか楽しそうなメンバーだが実は大きな勘違いをしていた。黄色チームが出演するショーとは数百人の観光客を前に繰り広げる本格的ポリネシアンダンスショーであり、そこはプロだけが出演を許される、いわば聖域である。よって失敗は絶対に許されない。ダンスバトルに敗れた平家、やはりここでも遅れを取ってしまっているようだ。懸命に特訓を続ける黄色チーム、一方極上チームは海の上に行った。豪華クルーザーでハワイの海を堪能とはまさに極上。なんと中澤姉さんは操縦にチャレンジ。なかなか決まっております。と思ったら船は大揺れ。と今度は海に何かを発見。急いで甲板に駆け下りるとイルカの大群が。すごい。生のイルカに大感動。イルカいるよ。ラッキーなんですかこれ、イルカに会えるのは。ラッキー。おお。別れた方がいいかな。一番できないチーム。私。なかなか覚えられない平家に先生も心配の表情。順調に踊りを覚えていく阿部、安田、加護の3人。一方できない組の平家は、どうやらかなり初歩の段階でつまずいているようだ。全員で踊ってみるとどうしても取り残されてしまう平家、いつしかその表情から笑顔が消えていく。最後もやはり遅れた。果たして平家はショーまでにダンスを覚えられるのか。これの前なんだっけ。そんな苦しむ平家をよそに極上チーム、今度は水上飛行機で空の旅。高度もテンションも一気に上昇。生まれて初めての体験に感動の嵐が吹き荒れる。そこには皆さん、あの飛行機に青組が乗っています。あの飛行機に乗っています。極上ツアーの飛行機です。すげえな。今大空へ飛び立っていきました。悔しい。すごいな。最高最高。青チームが飛行機で向かったのは海に浮かぶ一大レジャー施設。様々な遊びが楽しめるこの場所で飯田が早速お気に入りを発見。果敢にチャレンジ。行ってくるぜ。軽快に海を走る飯田が、しかし突如モーターボードがマッハスピードで飛ばす。
と必死に食らいつく。アイドルとは思えないほどの体を張った姿にいつしか感動。はいはい、着いたよ。うちらがイルカに乗りたいと言って頼んだ ところ、うん、ここに連れてきてもらいました。シーライフパーク。矢口の仕切りでやってきたのはシーライフパーク。なんとここではイルカのショーを堪能できる上に自分がイルカに乗ることもできるのだ。イルカが大好きという辻も背中につかまりニコニコなのだ。矢口はなんと抱っこに挑戦。かわいい。その頃負けた黄色チームは平家がただ一人練習を続けていった。もうメンバーに迷惑をかけたくない、そして何よりも観客に綺麗なダンスを見てもらいたい。平家は暑い日差しの下ひたすら踊り続ける。ショーまであと2時間。またまた欲張りな青チームはこの辺にね、別荘があってね、そこをちょっと見に行きたいなと思ってて、うん、ここなんだけどね。あわついてるんだけどね、うん、もうついてるんだけどね。行ってみますか早速。まるで自分の別荘のようにはしゃぎまくるメンバー。もう今ちょっとみんな鼻血もよ。海の見える庭に出てみるとそこにはプールまで。海も近いし、うん、ここ住めたら幸せだと思わない？もう売りだ。いくらかな、見たくないけどね。380万ドル日本円で4億円。誰か持ってしないの？誰か。せーの、スイさん勝てすいません。そして特訓に明け暮れる黄色チームに赤組から電話がかかってきた。出てみずね。もしもし、下見してみる。こちらがその会場です。衣装こんなの着るんですか？左どの衣装が待ってるんでしょうね。これなんだそれ。際どいですね。こちらで、そして皆さんが踊る舞台があちら。会場の大きさに驚きを隠せないメンバーたち、はい、そして実際にステージに立ってのレッスン。改めて緊張と不安を感じる平家。舞台に立ちメンバーの表情が明らかに変わっていく。参った、本当に参った。極上ツアーの最後は黄色チームが出演するショーを見ながらのディナー。思う存分極上のハワイを満喫したメンバーたちが次々と会場にやってきた。なんと会場にはハワイ出身ココナッツ娘の家族も勢ぞろいしていた。客席は超満員。黄色チームの運命やいかに。いよいよショーの幕が開く。ショーが始まり、会場の外にスタンバイした黄色チーム。いよいよ本番直前、極度の緊張でハワイも寒く感じているのか。
一人遅れを取り必死に練習を重ねた平家、果たして本番の舞台でうまく踊ることができるのだろうか。一方客席の極上スターチームはすっかりショーに夢中だった。思わず矢口も本場のファイアーダンスにこの表情。黄色チームのことなどすっかり忘れているらしい。会場の外で最後の稽古。できるかな。いっぱい伝わるように頑張ります。すいませんでしたっていう光線が出るようにたくさん笑顔でなるべく頑張って頑張ります。いつしかリーダーとなって全員を励ます阿部夏実。平家にも優しい心遣い、黄色チーム結束がより固まった。ついに黄色チームのダンス本番です。数百人の観客を前にダンスを成功させることができるのか。極上チームからも温かい手拍子が起こり始める。
こんばんは、田村正和です。今朝のお目覚めはどうですか？うーん、後でムカつくかもしれない。今は分かんないです。おやすみなさい。おやすみなさい。朝からすいません。大変ですね。矢口さんもね。モーニング娘。に引っ掛けてグッドモーニングクイズでございます。さあ、では参りますよ。問題、信号機の左側の色は何色？さあ、チチ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 。ああ、時間切れ。左側は青色でした。第2問、ハワイ語でこんにちははアロハでは、さよならはアロハ。正解。ピンポーン、ワンポイント入りました。さあ、では参りましょう。続いて第3問、ステーキの焼き方、中までしっかり焼くことを何という？知らん。ウェルダンでありましたね。何時？今午前5時半でございます。さあ、それでは中澤さん、おやすみなさい。マジで？それって何の？膝が、安倍さんの膝であります。安倍さんの膝で。すり寝てらっしゃいますね。これが本邦初公開、安倍さんの寝姿であります。オスを誘惑するときに体から出すものは？色っぽさ。あ、なんですって？色っぽさ。色っぽさ。惜しい。安倍さんは男性を誘惑するときお色気を出すんですね。3匹の子豚で作った3つの家は、レンガの家、木の家、あと1つは何の家？なんだっけ、こんなの朝からわかんないよ。わらでした。ああ、あったでしょ、わら、ね、あったでしょ。さあ、今までまだ1個も正解してませんよ。うん、コギャル用語を3つ言ってください。超バット。おー、超バット。はい、あと2つ。超ブルー。超ブルー、おー、似てるけど OK。 バリサム。あ、バリサム、正解。っていうか、今何時ですか？今朝5時半であります。あ、そう。何時からいました、ここに？今来ましたよ。何？今来たばっかりですよ。そう、はあ、あららら、すごい顔して寝てませんでした？いや、しばらく寝入ってましたよ。豊田団長の半目で寝る癖があるんですよ。半目が薄く。いや、今そうじゃなかったでした？いや、薄く気になったんですけどね。すっごい嫌なんですけど。迷惑です。朝から。この後、壮絶女の戦い料理対決。ハワイアン料理バトル。ルールは、ハワイ産のさまざまな食材を使ってオリジナルのハワイ料理を上手に作ること。スーパー赤組セブンのシェフはこの3人。お菓子作りが大好きという後藤に、地元ハワイ料理はお手の物のダニエル、そして参加メンバー最年長の篠田と、かなり期待の持てそうな3人。よくやるんですか、料理は？あ、ほとんどしないです。
ったりしない。めったにしない。得意料理は目玉焼き。苦手なものがあるとか。魚は魚屋さんの前を通るときも息止めます。スーパー青色ナインのシェフはこの3人。料理が大好きという石川、テキパキ動きそうな稲葉、そして最強の武器はメンバー中唯一の主婦、料理大得意の小湊美和。お、一通りできる。そりゃもう、おお、これは一番強力なメンバーかもしれませんね。スーパーキーローセブンのシェフはこの3人。モーニング娘。きっての料理人阿部に、中国4000年の奥義を見せるルル、そしてなんとメンバー最年少のカゴ、現在家庭科で料理を習っているという現役パワーに期待は大きい。得意な料理は中華料理。中華料理、はい、ルルね、はい、包丁持たせたら放送できないよ。え、ほんとすごいから。ルルさん、え、包丁使えないの。阿部さんはマジで料理の方ビビったもんでしょ。そうだよ。さあ、では審査員の先生をご紹介いたしましょう。一人目は名物ハワイアンレストランのオーナーシェフ、サムチョイさん。ハワイの郷土料理で大人気のお店サムチョイは、彼のダイナミックでデリシャスな料理が楽しめるのだ。彼のキャラクターも大人気で、わざわざ彼に会いに来るお客さんまでいるんだとか。ニューヨークに行った時、サムチョイさんのね、はい、お店に行ってご飯食べました。Let's go have a big party after this when we go to New York. Yeah! お魚料理だ。美味しかったよ。対決に関係ないこと言わないでください。何でですか？セクシー。見てないよ。私はそういうことは加味しないとおっしゃっております、サムチョイさん。そして2人目の審査員はこの方、須畑静雄さん。老舗京屋で30年間腕を振るったキャリアを持つ彼は、ハワイ在住の日本料理人としてまさに伝説的な存在である。最後はハワイの料理大好き主婦、ロロマコーカーさん。通りすがりのところ審査員をお願いしました。よーい、スタート。果たしてどんな料理が出来上がるのか。さあ、目の前の食材がオープンされました。取れたての食材に一斉に上がるメンバー。そう、食材選びは早い者勝ちなのだ。小湊さんは見たこともない食材に驚くばかりのメンバー。肝心の料理はいつ始まるのか。取ってってください。あーっと、魚嫌いな篠田さん。なんと青チームが魚嫌いの篠田をいじめる作戦に出た。これは大きなダメージに違いない。あ、黄色のスイカ。これは盗賊さながらの奪い合いが勃発。スイカを青が横取りしました。ムカつくんだけど。それ大きいから超薄ライト目立っていいじゃん。ダメ。今スイカの取り合いが黄色と青の間で起こっております。ついには料理人以外のつまみ食いも発生。やめてよ。いよいよ喧嘩も始まり、ますます料理にはほど遠い雰囲気になってきた。料理をしてください。こちらは赤チーム、最年長篠田が一足先に料理をスタート。あー、しかしこの切り方は。続いて青チームも料理開始。さすがに主婦小湊は手際がいい。魚を切りながらも的確な指示を出す。うん、見事な包丁さばき。遅れを取った黄色チーム、こちらも阿部が魚料理を作るらしい。地元料理に通じるダニエルはダイナミックに鶏を丸ごとイン。後藤はパイナップルに何かをしようとしているぞ。中身を、ああ、そっか、なるほど。どうやら中身を出して器を作るらしい。クローズの方スプーンが折れちゃった。そこにダニエルの救いの手が。切っちゃった。Okay. Thank you. 後藤の目標、コッパみじん。これ何？いや、これ使わない。これなんですか？無駄遣いはやめましょう。なんだろう。
カゴちゃん。塩コショウ用意しといて。塩コショウ。頑張れ。赤はマイペース。ゆきこ頑張れ。いいんかなこれで。魚嫌いの篠田が魚の料理を。どうですかお味は。あと10分くらいを計算に入れてください。まず失敗。いや失敗も成功も分かんないもん。さあ今ダニエルさんが豪快に鳥を丸ごと一匹取り出しました。なんとダニエルが強引にパイナップルを詰め込み始めた。これは一体イエーイ塩コショウもイエーイはいイエーイまるでダンス。一気にハマグリいった。はい、これが中華の真髄なんですね。これがおっとカゴ走って持ってきた水をどう使うんだ。飲んだカゴさん余裕ですね。これ食材じゃなかったんですねこの水ね。しかしカゴが何やらレモンを絞り始めた。レモン水直前になった方が湯気が出ていいかもしれません。このままではタイトルを書いていただいて。カゴさんパイナップルを失った後藤はバナナとライチで勝負。青チーム小湊はなんと揚げ物に挑戦。シュッパワー炸裂。これ長いっつったろ。だからよ。いや今切るよ。稲葉の料理はしょっぱ。魚を焼く阿部の横では何をしているのか全く分かりません。今お玉で何か液体をすくっています。今ペットボトルにお玉で液体をすくい入れています。果たしてこのペットボトルに注いだ液体、これをどうするのか、これが問題であります。カゴ謎の液体、その味はすごい料理が出来上がろうとしています。青チームはさすが小湊さん。小湊さんのリードによりものすごい料理が出来上がろうとしています。ここで阿部の料理も終了。タイムアップ。いよいよ審査に移ります。篠田シェフの料理はゼタラメフィッシュ。魚と野菜をかなりデタラメに炒めた一品です。続いて後藤作のデザートハワイアンパッション。色とりどりの果物をヨーグルトで甘く仕上げました。パワフルに2つも作ったダニエルの1品目はイヒラにサプライズ。そして2つ目はアロハチキン。鳥が悩んでいるようにも見えます。ポイントは何といってもこのお尻に詰めたパイナップル。先生たちが今食べて、おっと大きくうなずいたサムチョイさん。おグーが出ました。じゃあ聞いてみましょう。Very good. Very nice taste. 美味しいね。美味しい。ナイス。ナイス。特にどれがいいですかね。The pineapple. Pineapple. それは素材の勝利じゃないですか。それは。青チーム石川のデザートはリカスペシャルアローハ甘酸っぱいね。限りなく普通のフルーツポンチです。稲葉の料理は稲葉流赤青黄色のシャッフルそば、3色の野菜を使用しました。そして主婦小湊の料理はレッドフィッシュ小見バージョンアロハ風、新鮮なフルーツを煮込んで仕上げたソースが決め手です。フィッシュ、はい、ベリーグッ。フィッシュベリーグッ。小湊さんベリーグッ。ありがとうございます。Excellent. I love it. Thank you. あんた作ってない。嬉しいやない。嬉しいやない。かわいい。黄色チーム阿部の料理はハワイの自然と遊園地アローハナッチ自慢の一品です。ルルの料理は中火合作。貝を中心に新鮮な海の幸を中華風に炒めた一品です。カゴのデザートはハートフルラブリーフルーツオンパレード。先輩が切ってくれたフルーツを盛り付けただけですが、力作のドリンクが添えられます。ハワイの自然と遊園地、阿部さんの作品です。おいしいね。おいしい。おっと美味しい。亀さんです。無理。おっ
止まった方よ。あら、なんかやっちゃう。役得だな。しかし黄色チームにはある不安が。それはカゴが一心不乱に作っていた謎の液体。この液体の味がこの勝負を左右すると言っても過言ではない。この液体がまずいとかなりのダメージになってしまう。美味しくない。あー、ダメじゃんじゃん。なんかね、でもカゴは美味しいっていうから。あ、そしてなんと黄色チームは食後のジュースが届きましたよ。デザートもついてます。デザート付きであります。おっと、実験の行き届いた心配り。おー、ベリグー。カモさんやった。やった、おいしい。 What is it?食べた後ね、はあ、これ飲んでさっぱりして、さっぱりさっぱりして、だって1時間近くずっと作ってたもんね。ずっと絞ったんだよね。カゴさん絞ったよね。お玉ですくったよね。料理対決結果発表。さあ、それでは審査員の先生方に一番美味しかったと思う色の札を上げていただきます。ではお願いします。どうぞ。さあ、また黄色、黄色だ。料理バトルは黄色が1位、黄色が1位であります。やりましたね。阿部さん目に熱いものがない。阿部さんちょっと目に熱いものが込んでありました。この後、水着で最終決戦。さあ、いよいよ最終ステージとなりました。パレオもちょっと減ってきましたね。足首ぐらいまであったじゃないですか。いらないですけどね。お、いらないですよね。続いてのバトルは先輩後輩ブレイフォーポカポカドゴン対決。ファーストバトルは青チーム矢口対赤チーム後藤。後輩後藤は先輩矢口にどう戦いを挑むのか。怖い。怖いですか。心臓バクバク言ってます。怖いですけど。今の時点でもう心臓バクバクですか。矢口やめて。なんでこんな役ばっかなんですか。一つ大事なことを言い忘れました。何？負けた方のチームは連帯責任として全員がドボンと海に落ちてもらいます。よろしいですね。責任重いですよ。よーい、さあスタートです。さあ、お互い両者腕パンで叩き合います。さあ、 お互い横からパンチ、横からパンチ、両者当たっているが落ちない。矢口さんは今ちょっと防戦一方、防戦一方の矢口さん、お、棒を掴んだ。なんていうことだ、棒を掴んだ。矢口さんが反撃に出た。これは一進一退の攻防、一進一退の攻防。お、ちょっとのけぞった。チリッチリッとにじり寄る矢口さん。矢口さんがにじり寄ってきた。あ、やばいやばい、矢口さんがやばい。後藤さんは先輩の矢口さんを目いっぱい殴っています。あ、悲鳴が聞こえてきた。あ、頭にいった、頭にいった。さあ、この勝負一体どうなるのか。あー、矢口さん落ちた。矢口さん落ちた。青組さようなら。青組ドボンであります。続いて黄色チーム安田対赤組チーム篠田。壮絶な戦いの末、時間切れ引き分け。そして黄色チーム平家対青色チーム稲葉。平家ダンスバトルの雪辱なるか。どうしても今日は負けれないんです。今日は負けれない。参りましょう。よーい、稲葉さん対平家さんの対戦。平家さんは絶対今日は負けないと言っておりました。さあ、稲葉さんが叩いていく。お、負けた。顔面入った。あ、顔面入った。
熱くなってきた両者。お、いきなりパンチを放っていったのは稲葉さん。さあ開始だ。稲葉さんが落ちた。青チームさようなら。みんなでドボンであります。青チーム2連敗。現在の1位はスーパー赤組セブンで165ポイント、2位に黄色セブン、3位に青色ナイン。しかし1位と3位の差はわずか45ポイント。続くラストバトルで大逆転の可能性は残されているぞ。さあみんな最後のバトルだ。大逆転が可能だ。ダニエル現在トップ100万円さあそれでは黄色チーム。昨日も一昨日も罰ゲームだもん、ずっと。せっかく3人ぐらいはいい思いしたいよね。強くなりました。はい、さあそして現在最下位の青チーム、まだ逆転可能ですよ。はい、全然大丈夫です。ここで CD のセールスも断然売れてないんで。なんか今声もね、落ちにされるのはもういい。嫌だ、もう嫌だ、もう嫌だ。ゲームで勝ちたい。脱出します。はい、こっちは脱出します。ヤクジさんも立て直してくれました。はい、もうやっちゃいますよ。やっちゃいますか。人間ハリウッド対決。1人の人が台車の上に乗っていただき、残り2人の人が後ろから台車を加減をつけて押します。そしてその台車の先についている矢印が止まったところの数字がポイントとなります。現在トップのスーパー赤組セブン。赤チームファーストトライ、最初に台車に乗るのは後藤さんです。負けたくない。さあ押す方の意気込みも聞かせてください。落とす勢いで押します。おお、高得点狙いですね。マイナスより落ちる方がいいよね。さあでは参りましょう。現在トップの赤チームファーストトライ、よーい。怖いね。ごめんこっち。さあいった。おっ、中古した。さあどん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 進んでいく。おっと、他のチームを引き離す50ポイント。これは強い赤組。スーパーキーロセブン第一投。さあ現在第2位の黄色チームのファーストトライ、乗るのは阿部さん、押すのは彩香さん、安田さんです。さあ阿部さん、意気込みを聞かせてください。神様に祈ります。もう神頼みであります。さあ、なんでこれマッチが気合入っててもどうにもなんない話でしょ。確かにその通り。うん、だから神様にね。後ろの2人に任せるしかありません。安田さん、意気込みを聞かせてください。はい、赤には負けません。はい、何なんだ。さあ現在第2位の黄色チーム、よーい。さあ黄色チームいった。お、強めに押した。どうだどうだどうだ。あーっと、あー落ちた。あーっと、あー落ちた。黄色チームファーストトライは落ちました。落としたのは安田さんと彩香さんです。タコちゃんにかけます。わかりました。まだいるんですよね、一人。スーパー青色ナイン第一投。辻さん、意気込みを聞かせてください。頑張ります。はい、かわいい。石川さん、意気込みを。もう後がないんで、とにかく頑張ります。はい、わかりました。この青の悲壮感がどう出るか。現在最下位の青チーム、大逆転が可能であります。まずはファーストトライ、よーい。さあいった。おっと、これはいい、いい。おっ、100だ100だ。どうした。青チームも落ちた。高得点狙いがあだとなった。勢いは良かったがやや強かった。
スーパー赤組セブン第2投。3日間にわたるバトルも赤チームこれが最後です。100万円ダニエル気合が入っています。さあ篠田さん意気込みを。せーの、100万円。もう赤チームは100万円しか眼中にない。参りましょう、ファイナルトライ、よーい。入った。さあ強めにいった、落ちた。得点は入らず、まだ大逆転は可能だ。スーパーキーロー7第2投。さあ現在第2位の黄色チーム、赤チームを逆転するには100点を出すしかありません。狙うは100点のみです。さあ他の2チームから落ちろコールがあります。乗るのはカゴさん。カゴさん最後の挑戦、意気込みを。一生懸命使います。いきなりの罰ゲームに悔し涙を流していたカゴ。2日目の罰ゲームではプロのダンスショーに出演、料理バトルでは自ら編み出したドリンクでチームを勝利に導く大活躍。黄色チームの天使カゴ、チームを奇跡の逆転に導くことができるか。100で止まるか海に落ちるか、強めに押すしかありません。台車に手をかけて、現在第2位黄色チームのファイナルトライです。差をした。お、いいぞ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 、100で止まれ。台車に手をかけて、気合の入り方が違う。現在第2位黄色チームのファイナルトライです。差をした。お、いいぞ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 、100で止まれ。惜しかった惜しかった、実に惜しい、ギリギリで落ちた。なんということだ、ギリギリで落ちた。スーパー青色ナイン第2投。さあ青チームは今エンジンを組んでいます。作戦タイムです。青も100を出さなければ逆転できないことを知っています。赤チームは余裕です。さあまずイサンで台の上に乗ったのは矢口さんです。常にチームを引っ張ってきた矢口、いたずら好きの可愛らしさを見せながらも勝負はいつも真剣に臨んだ。最後まで残っちゃってよ。田村正和です。勝っては笑い、負けては泣いた矢口真理、今最後の大逆転に挑む。矢口さん意気込みを。いや、もう落ちないぞ。先ほどポカポカドボンでは落ちました。さあでは飯田さん意気込みを。はい、まさに CD のセールス順なんですよこれ。奇跡の大逆転ありますよ。あるよ、なめんじゃねえぞこら。気合を入れた飯田さん、かっこいい。さあ100点が出れば奇跡の大逆転です。100で矢印が止まるかどうか。ではお願い、参りましょう。現在最下位青チームのファイナルトライ、よーい。さあその音どうぞ。弱いか、マイナス30。なんということだ、見事赤チームの優勝です。あの飯田さんの威嚇は何だったのか。あー、飯田さんが落ちた、自ら懺悔で落ちました。なめんじゃねえぞ。はい、なめてません、ごめんなさい。
というわけでスーパー赤組セブン賞金100万円でショッピング三昧。余裕のよっちゃんで買えるんですけど。アラモナショッピングセンターで心ゆくまでショッピングを楽しみました。 OK、 2つ決まり。一方負けたチームは熱いよほうほうほうとか言われたのか。超ブランドもんやーそう全身ブランドやとおっしゃいましたね。ありそう。はい、いきなりでございますが、私たちモーニング娘。とココナッツ娘のオリジナルグッズがこんなにたくさん出来上がりました。なんとこれがハワイでしか手に入らないね、限定品なんだって。あの有名な ABC ストアなどに売ってます。そして今回特別に番組をご覧の皆様にプレゼントします。皆さんどうぞご応募してください。この番組は山崎パン、大塚製薬、積水ハウス、東洋水産、ライオン、三菱モータースの提供。